北韓のキム・ヨンチョル統一戦線部長が11日、談話を発表し韓米合同軍事演習について強く批判しましたキム統一戦線部長は談話の中で10日から始まった韓米合同軍事演習について逆転のチャンスを逃し再び戦争演習を行う狂気をるい始めたと批判した上で誤った選択によって いかに凄まじじいい安保危機に向かかってるるのか感じさせると警告しましたまたまた南北関係が冷え込んだ責任は韓国にあるとしたうえで南朝鮮とアメリカが対決を選んだ以上我々も他の選択はできない我々がすべきことを進めていくとしました北韓のキム・ヨジョン党第一副部長も事実上、演習が始まった10日に談話を発表し 反米合同軍事演習に対ししして強い遺憾の意を示しました北韓が2日連続で発表した談話には北韓の対抗措置に関する具体的な言及はありませんでしたが北韓がすでに10日午後南北連絡事務所と軍の通信線を通じた通話に応答しませんでした北韓が新型戦略兵器の試験を正当化し 軍事挑発に乗り出すことが懸念されている中、統一部はいかなる場合であっても、韓半島の緊張が高まってはならないとし、すべての可能性に備えると明らかにしました。